のぬぬどうもショルンです。はーい、今回はですね初めて現場に行くあなたへというビデオメッセージを作っていこうと思います。イエイ。ビデオメッセージっていうのは嘘なんですけれども、初めて現場に行く方向けの動画というか、 K-POP の現場はこんな感じだよっていうのを皆さんにお伝えしたくて、初めて行く方向けにね動画を作っていこうかなって思います。私もほんまに初めての時何もわからんくってドキドキやったけど、私が今から作るこういう動画があれば助かったかもしれないなとか思ったりすることもあるので、ぜひよかったら皆さん参考にしてくださると嬉しいなと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。パパ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 ー。今回はですね、サブアカの方で先輩方にアンケートをしたんですけれども、たくさんの方が答えてくださって本当に助かりました。ありがとうございます。私がその初めての人にアドバイスしたいものもあるんですけど、皆さんが送ってくださったものもたくさんあるので、読みながらお話ししていこうと思います。順番に行きますね。まず最初に、じゃらん、看板でも怯えるな。かっこいいですね、先輩。看板っていうのはもう一人ってことですね。チケット1枚で取って、一人でライブ会場入って、一人で楽しむっていうやつなんですけど、私もしたことあるけど、全然意外といける。一人ってちょっと心細いやん。友達とさ、一緒にはしゃいだりとかできないしさ、ちょっと怖い気もするけど、全然大丈夫。結局はさ、同じグループを好きになった仲間やん、みんな、隣の人も。もしかしたらさ、感じの悪い人とかやったらさ、ちょっと気まずいかもしれんけど、なかなかそういう人ってあんまおらんし、大丈夫。それこそ、初めて K-POP のライブ行ったのが万端で、全員一人やったの。もうチケット一人1枚しか取れないっていうライブだったから、みんな1人がバラバラなのね。だからバンタンの誰やったか忘れたけど、誰かが隣の人に挨拶しましょうみたいな、そういうコーナーを設けてくれて、バンタンが。で、私とかも隣の人と、あ、こんにちは、お願いしますみたいなのがあったの。逆にそうやってやってくれると助かるよね、短板の人は。最近はね、なんか6連とかあるじゃん。やばいよね。6人でさ、友達とバーって行くのちょっと楽しそうだよね。いつかやってみたいって思う、マジで。そんな友達おらんけど。そして次の先輩は、夏は扇風機必須、冬はカイロ必須。これマジ大事。扇風機がある時の現場やばい、ありがたみがえぐい。そうだから絶対に扇風機、あのミニ扇風機みたいな持ってった方がいいし、冬は絶対カイロ、もうほんまに余分に、なんなら友達にあげれるよぐらい私はいつも持ってってます。あって困るもんじゃないやん。だから絶対持ってった方がいい。夏はもうさ、正直うちわとかでも仰げるからさいいけど、冬はさカイロなかったらどうにもできないからさ、その自分を温めるものって。カイロ絶対持っていきましょう皆さん。次に、泣きやすい人はタオルと替えのマスクを。私ね、最近もう全然泣かんのよね。感動系のライブじゃないからかもしれんけど、最近はあんまり泣かんないけど、昔万端とかバーめっちゃ泣いてたな。その時はコロナじゃなかったから別に替えのマスクとかいらんかったんやけど、ハンカチとかタオルとかティッシュとかマジで必須だった。涙もろい人絶対持ってった方がいい。今の時代はみんなマスクしてるからね、マスクなんてびしょびしょになったらもうつけたくないやん。絶対替えのマスク持ってった方がいい。次の先輩、会場周辺の時間潰せる場所を知ってた方が有意義に過ごせます。私は最近、そう、この前 Vlog でも出たと思うんですけど、京セラの近くで韓国料理屋さんを見つけたんですよ。これから京セラ行くってなったら多分そこに行くかなって思うんですけど、そういう会場周辺で時間潰せる場所あった方がほんまにいいなと思った。京セラって言ったらさ、マジで京セラの隣のさイオンやん。でイオンのフードコートだったりとか、1階にあるコメダコーヒーとかスタバとか、そこってほんまにオタクだらけなんよ。だから空いてる場所を知ってた方がいいなって思った。東京ドームとかやったらどうなんやろ。でも東京ドームとかって意外とあれやな、何でもありそうじゃない、わかんないけど。なんか次、モバイルバッテリー必須。最近はさ、もうさ携帯がないと入場できなかったりするやん。やばいよね。今までさ、もしかしたらおったかもしれん、私は見たことないけど、携帯に表示される QR コードで入るやん。だからさ、携帯の充電がないから入れませんっておたくもしかしたらおるかもしれん。もしかしたらこの動画見ててさ、あ、それ私だって思ってる人おるかもしれんけどさ、いますか？もしそういう経験者の方いらっしゃったら教えてください。傷をえぐるようなことを言うな、私最低。次、替えの電池。え、これマジ大事。ちょっと私今日ね、他の撮影でねペンライトを使うので持ってきてるんですけど、この替えの電池、基本3つやん。替えの電池6個ぐらい持ってた方が意外といいかも。もうそれこそさっきのカイロみたいに友達に渡せるぐらい、席近い人とかにもさ渡せたりしたら結構いいやん。私はこれ、黒いソケットっていうのかな、電池入れるやつね。これが壊れてしまってライブ中にペンライト使えなくなりましたっていう友達いたの、隣で。これも私いつも余分にいつも持ってってる。他のペンライト持ってる人とかは一応これ何個も持ってった方がいいかもしれない。次、あ、これは私からのアドバイスです。トップスは白黒避けた方がいいです、本当に。めっちゃ説得力ないな。まあ今日現場じゃないから。私は席が悪い時は別に全然服の色なんか考えてないんだけど、アリーナの結構いい席だったりとか、スタンドの結構前の方、トロッコ来た時に近くなったりするような席とかやったら目立つ色にする。そしたらほんまに目に入るから。白黒って言ったけど別に白はいっか。ショッキングピンクとか
目立つんじゃないでしょうか。ぜひやってみてください。次にこの先輩すごくいいなって思いました。外寒くても会場は暑かったりするので体温調節をできる服で行きましょう。確かにって思った。マジで外寒いのに会場内入ってペンライト振ってたら暑みたいなこと本当にあるの。汗かいてしんどくなったりとかするから体温調節をできるお洋服の方がいいなって思いました。次、これは多分みんなももう予想がついてると思うんですけど、トイレの場所を把握しておこう。激混みします。これガチやばい。もうライブ前にトイレでバーって行列っていうのはマジお決まりなんだけど、トイレの場所知ってた方がいいし、なんならもっと早く、なるべく早めに行った方がいい。次、双眼鏡を忘れるな。これマジ大事。双眼鏡はあった方がいいですかって聞かれて、あった方がいいと思いますって私いつも答えるけど、マジであった方がいい。マジ何言ってんの、何言ってんの、持っていけ絶対っていうぐらいほんまにおすすめしてる。席近かったら別にそれでいいってなるし、遠かった時は双眼鏡使えばいいやんってなるやん。だから絶対に持ってった方がいい。次、ソンムル交換の約束は8割会えない。これは私がちょっと提唱した説なんですけれども、絶対会おうねとか絶対写真撮ろうねとかそういうのは基本会えないって思った方がいい。会えなかったね、また次の現場で会おうって今まで何回言ったか。ホールとかアリーナツアーとかそういう感じの場所だったらまだ会えるかもしれない、狭いからね。ドームとかやったらほんまに人がねブワーっておるし、何万人と来るわけですよ。だからあんまり期待しすぎない方がいいかも。けどこの前めっちゃ会ってる人がいて、なんかストーリー見てたらツーショットのストーリーをボボボボボーって出してて、会えて嬉しかった、ありがとう、嬉しかった、ありがとう、ありがとう、ありがとうみたいな、すげーと思って、みんなに会ったんだと思ってびっくりしたね、その人のストーリー見た時は。次、本人確認のために身分証。最近は本人確認あんまりない。てか私本人確認まず引っかかったことないんですけど、たまにランダムであのすいません身分証って言われる時があるのね。私はまだ遭遇したことないからわかんないけど、その時にもしなかった場合、私はシホルンですって証明できなかったら入れないのね。だから絶対に持っていっといた方がいいです。私みたいにさ常に運転免許証を持ってる人とかやったらさ、ああありますよって言って出せるけど、顔付きの身分証とかさ、そんな持ってない人からしたらさ、え持ってないんですけどってなるやん。顔付きの身分証を持ってない人は保険証と住民票、名前が分かるものが2つあればいいんですよ。一応持っていっていてください。私初めてのライブで高校1年生やったから、もちろん運転免許証も持ってない時なんやけど、ファンクラブ入ってる人で身分証を出した人はバンタンのステッカーをあげますみたいなブースがあったのね。ほんまに2018年のライブとかなんやけど、でも私すっごいそれ欲しくって、ファンクラブ入ってること証明して身分証出したのね。そしたら保険証しか持ってなかったのかな、私2ついりますって言われて、急いでその銀行のキャッシュカードとか出したけどそれもダメですって言われちゃって、だからステッカーもらえなかったの。だけど友達はパスポート持ってたからステッカーもらえて、補足のところだけ切り取ってからくれたんだけど、ライブ会場ついてさ、え忘れた、じゃあ家取りに帰ろうとかできんやん、そんなめったに。家近い人じゃないとなるべくね後悔しないように持って行っていた方がいい絶対。次、交換を求める時のボードがあると便利。私いつもこれやってないんやけど、ホワイトボードとかにさ、求め誰々、譲る誰々みたいな感じで持ってグッズこうやって持ってたら交換とか多分探せるんやろうね。私はいつもあのツイッターとかで取引アカウントみたいなの作って交換探してます、ツイッターで。やけどそれこそこの後出てくるけど、現場の近くってマジで電波が悪くって全然繋がらないの。ライブ会場とかでも LINE 送ろうとしても全然送れないし、ポケット Wi-Fi とかある人ってめっちゃ有利なんやろうけど、現場のためにポケット Wi-Fi 用意しようって思わんのよねそして次、ペンライトのペアリング会場でやると接続されない。最近ドーム公演とかで多いですね。携帯でアプリダウンロードしてペンライトと携帯出して、あのなんか長押しして Bluetooth つなげてくださいみたいなあるやん。会場着く前とかにやっといた方が割と良かったりする。会場の中だといろんな人が同じことしてるから全然繋がらないの。ペンライトとかのペアリングとかもし Twitter とかで見かけたら会場ではやらん方がいい。あとあれやな、エニーパスとかローチケとか、その携帯に QR コードが表示されてそれで入場するシステムとかも、ライブ会場の近くとかだといろんなオタクがいてみんな電波使ってるからか分からんけど開けないのね全然。だからなるべく早めに開いて QR こうやって出しといた方がいいかもしれない。次、現地でペンライト買えることをあまり期待するな。私はいつも期待してないので意外とすぐ売り切れたりとかする時もあるし、なんなら最後まで売れ残ってる時もある。ほんまにわからんのよペンライトの在庫って。ライブが行くこと決まってまだペンライト持ってないって思ったら、その時ポップアップやってたらポップアップで買ったりとか、早めにネットで買ったりとか、まあ、確かに現場で買った方が公式っていうのは 100% なんよね。
やけど見極めたらさ割と分かったりするやん。あ、ここ公式やな、ここ偽物っぽいなみたいな。ちゃんと見極めてペンライトはなるべく事前に買うかな。私は現地で買うからいいやって思ってて、いざ現地行ったら売り切れてた、やばい今日ペンライトなしで参戦かみたいな。ほんまにそういう人いるから気をつけて。そして次に、座席が分からなかったら近くにいるスタッフに聞く、案内してくれる。スタッフさんってめっちゃいるの、ブワーって。なのでその人に、あのすいません、座席ここなんですけどどこですかねって聞いたら案内してくれます。だから聞いてください。次、グッズを落としたら帰ってくることはほぼないと思った方がいい。まだ財布とか携帯とかは分からん、人によって違うやん。だから全然分からんけど、例えばそれこそこういうペンライトだったりとかトレカとか、そういうのってほんまに帰ってこんと思う。みんな同じもの持ってるから、え、私が落としたかなって拾う場合もあるし、これ落ちてるじゃんラッキーって持っていく人もおるかもしれんし、だからマジでグッズを落とさないようにしよう。私はまだ落としたことないけど、友達が落としてましたね、トレカを。帰ってくることはなかった、気をつけて。だから常にグッズあるか確認した方がいいし、グッズをたくさん持ち歩きたいんやったらカバンの奥底に入れといた方がいいと思う。絶対落とさない方がいい。そんな感じかな。最近は声出せるようになったから、たくさん声を出した方がいいっていうのもあるし、もし銀手とか取れるような場所にいるんやったらたくさん取った方がいいし、欲しい人がいたら絶対譲ってあげた方がいいし、オタク同士みんな仲良くしていこう。私が言いたいのは以上です。これが私と視聴者の先輩方によるビデオメッセージでした。初めてのライブってマジでワクワクするよね。うわ、明日アイドルに会えるってなる。だからほんまに楽しんでください。というわけで今日はこの辺で動画を終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルーン。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバイ。Thank you.